勉強のことはね、その全然なかったとは言わないんですけども、要は丈夫な体を作って社会人に出てもきちんとその職場で、働けるような、人間性をスポーツで作ろうというふうに思ってたもんですから、ですからその自分が好きなサッカーの道に行って、でもし、サッカーで、自分の夢が叶わなかったら、逆に別の方の社会人になった時にはいつかその自分が今までサッカーをやってきてそれが役に立つと、そういうふうに思ってたもんですから、その辺は全然不安はなかったですね、うん、やっぱ子供が本当にスポーツでも何でもいいし、やりたいものを上手に活かしながら成長してくれることが一番嬉しいと思うし、その成長することでやっぱりそこ社会に出てからもそれが最終的にやっぱり自分を助けてくれる何かって思うんですよね。でもちろん勉強も自分を助けてくれることになるとは思うんですよ。なんでかってそのやっぱりわからないことを自分なりにこう考えてやっていくことでも、やっぱり体を動かしながらね、なんかこう楽器でも何でもこう物を動かしながらする方がやっぱりこう一生うまくするには楽しいと思うし、まあ言えば根性がついたで、やり抜くというやり遂げるっていうその持続性ができたかなって、本質ね、性格はねゆたっとした子なんですよ。だからまあだから いつもゆたっとした子だから、その先週になるためには強くならないとダメやし、で気持ちの切り替えもしないといけないから、スイッチオンオフきっとできるっていうようなことも言ってきたので、まあそういうこともすごい切り替えも早いです。今もう何十年やってますから、だからそういうのがすごい良かったかなって思います。多分これ終わってからじゃなきゃ分からないかもしれないですけども、本人たちが終わってやってて多分後で気づくというのは、多分忍耐力ができたかそういうことなのかなって気はしないでもないですね。だから一つのことやったらとことんやっていくと習慣になって、その習慣からやっぱりそれからなんか自分のものになっていくっていうことは、やっぱそれをなんかうまく達成させてあげたいなと。小さい目標を目に見える形、例えばカレンダーに今日丸していくとか日めくり作るとか、常になんか目に見える形でその続けたことが分かるようなことをうまく、一人では難しいのでそこで協力することによって、お互いが続けること、まあ続けたからです、大したことなくってもね、続けることが結局勇気練習した時に、4300日ぐらい続けたということで、それをしたから練習がとか自分が強くなったとかいうことはないんだけども、でもやっぱり4300日も毎日練習したということは、その続けられることのできる自分を見出せるちょっとしたことでもね、やっぱり自分の宝物になったり自信になったり、人に対して何かを言う時の自信にもつながるし、何のためにやってるのかなっていうのが自分本人が分からなかったら、やっぱり上進んでいかないんじゃないかなと思いますね。で、親御さんっていうか親が、こうしなさいああしなさいって言ってやってる以上では、なかなか成績も上に上がっていかない。やっぱ自分が好きで、やるものに関しては責任を持ってやると思いますんで、すごく大切なことではないかなというふうに思いますね。一番思うのはやっぱり3人の子供のそれぞれの個性をね、早くになんか親の方が感知しないとあかんなっていうのは思うんですよ。だから特に勇気やってるフェンシングなんていうのはかなり性格的なものも影響しますし、長男は
主人がいらした時にやっぱりもう性格的に全然あのその相手を突くとかやっつけるっていうのも程遠いあの温厚な優しい子供でしたので、結局自分自身とタイムを競ったりするスキーの方であのちょっと自分で楽しんで頑張ってますし、娘は娘の方で やっぱりその娘自身もああいうこう戦ってやっつけるとかっていうのはあの向いてなかったりのもありますし、だからあの同じ子供が3人同じようじゃなくて、やっぱりそれぞれ持ってる持ち味を引き出してやれるようなものをもし親が可能なら見つけ出してそれを伸ばしてやれれば一番あのいいんじゃないかなっていうふうに今この時期振り返って思いますね。親がこうやって手取り足取りを教えていくよりも他人が、教える方が、まあ他人から教えてもらう方が、本人のためにはなるのかなと。で親はどちらかというともう自主性に任せて僕は一歩引いてきた感じなんですよね。後ろからのサポートっていうか、まあそれが一番僕も、印象に残ってるんですけどね。いろんな面で、あまり親が頭に出ちゃうんじゃなくして、やっぱりお父さん引いて、でその下にまたお母さんは引いてるというような感じ で本人の実践に任せて、本人が判断ができるような環境を作ってやって、そしてもう、本人が自分で選んでいくと、もう当然もう、判断力ということもなるでしょうし、そうするとまあ一番自覚してくるんじゃないだろうかな。子供にあまり、まあ、子供に本当は期待したいんですけども、それを表立って言っちゃうと子供ってあのパニックる場合があるんで、期待は自分 の胸の中にしまっといて、やっぱりあの陰で応援してるのが一番あの選手にはいいのかな、うちの子たちにはいいのかなって思いますね。でそうでない人もいるんでしょうけども、あまりそうやって言っちゃうと本当は気持ちの中ではすごく出して言いたいんですけども、言っちゃうとやっぱり、やってる人にパニックっていうか、そうやって分からなくなっちゃっても困るんで、そうじゃなく、僕としては、ダメであったら戻ってこれる環境だけは作っておきたいなっていうのが正直なと。まあ、上手くなるためには当然その自分が好きにならないと絶対うまくならないと、まあ、そういうふうに感じたもんですから、だからまあ何のもんでもその、好きこそものの上手なれということで、集中してやれば、うまくなっていくんだと、そのためにはじゃあどうやってますますその好きにさせるためには親としての裏打ちっていうか後押し、それをですねどうやればいいかなということで、ほんの些細なことですけど、やっぱり、そのまず一つはいいプレーだけをまあちょっと褒めてやると、あんまり言わない、まあほんの、10のうち1つか2つぐらいでしょうね。あんまり言っちゃうとなんか、もう毎日毎日同じようなことを言ってということになるもんですから、たまに、親父が褒めてくれたとか、いやいややっててもやめへん限りは続けて、でいやいやでもう下の方の成績でいいのか、怒られて怒られるということはそれだけあなたのことを見てくれてるんだから、そのある意味自分の中で期待を持っていいんじゃないって。だから最終目標は何、オリンピックに出たいことやんね。そしたらそのそうなるまでに行くまでに選べら
選ばれないとあかんでしょ。でそのじゃあどうやったら選ばれるかということはその親がわからないし、子どもが考えて選ばれるように自分が技術を磨いていくっていうような話はずっとしました。だから目標は何？オリンピックでしょ。じゃあもう頑張らんとそこまでいかんとしょうがないよねって言って、そうやね、じゃあ頑張るわっていうような形で、でまあ多少すごい大変なこともいっぱいあったけど、それもここへ行くあのまでの過程やから、みんなそんなんいっぱい苦労してるから、あの自分だけが苦労してるんじゃなくてみんなそこまで行くのに頑張ってるんやから、まあちょっとぐらいのことは頑張らんとねって言ってきました。普通コーチとか監督が一人がその選手をずっと見て最後まですることは多いけども、フェンシングっていうのはなんかこう相手が変わればもうやることも全部めちゃめちゃ違うのでね、まあだから場合によっては京都から東京の女子大に行ったりとか、大学にまた違う男子の大学に行ってそこであの練習したり、普通レッスンとかしてないんですけども、何々先輩いたら自分でレッスンしてくださいと言うに行きや言うて、ね、ちょっとしてもらったりとか、だからレッスンすることによって相手はいっぱい変わるんですけども、その人のやっぱりレッスン方法があって、それがレッスンイコールそれがその人の試合でもあるので、そういうなんかこうちょっとしたこうリズムとか癖とか相手によって違うことがね、いろんな練習することでこう分かってくるのかなと思ったので、まあとにかく一つのコーチやなしにいろんな人からこうレッスンしてもらいなというようなことでありましたね。それからそのビデオテープを見るときも、僕がその高校サッカーのビデオをかけたりで、ワールドカップのゴールシーンの編集したやつを最初に入れてるんです、朝も。で特に試合の日なんかもう起きてくる前にビデオ入れて、ちょっと音量も大きくして、どん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 もう家中がサッカームードですよ。で起きてきてその顔を洗ってご飯食べる時も食べながらずっと見て、そのモチベーションを上げるとかそういう工夫はしてましたよね。言葉で言うモチベーションじゃなくして、僕らがその行動で移す、よしやろうという気分になってくれたらなという、乗せ方ですね、はあ、これも一つですね大事じゃなかろうかなと、そういうふうに思ってましたけども、小学校の2年生からプロへ行き出して行く限りはやっぱり強くなってほしいし、誰よりもうちの子はすごいとみんなに思ってもらいたいから、だからいつもこう煽り立てて、今日は上手だったとか、先生が何も私にそんな個人的に先生が「あのお宅の子はね」という話はしないんですけど、あのちょっとこう立ち話をしてたら、あの子供は何お母さん喋ってたのって聞かれた時に、いやあのねこういうとこにあんたが上手って言われてるよとかね、本当は言われてないんですよ、言われてないんだけどこうやって褒めてたよ、でもこういうとこはあかんって言ってたから、それは気をつけたらもっと上手になるの違うって言って、もうその頃の子供ってみんな親の言葉はもう一番でしょ、だからそうかってスーッとこう言うことを聞いてくれて、もうこう段階的に上がっていって、もう小学校の6年生の時はもう日本一だったんですよ。もう初めから言ってますけど、じゃあくれないよって、ちゃんとしたことやんなさいよって言ってますんで、はい、でそれなりに、長男はダメなんで、ダメだ、大学で終わったんで今、中学校の教員として今頑張ってなろうと頑張ってますし、下の2番目は勉強が嫌だと、大学行くかったら嫌だっていうんで、まあ、実業団に入って、で3番目は自分でやりたいことが多分卒業してスケートをやめて、あると言ってるんで、まあ、それならそうしなさいということで、ま、3人が3人ともやっぱりスケートでは飯食っていけないっていうことは自覚してます。で真ん中の姉も今実業団ですけども、辞めたら、ちゃんと食っていけるような、仕事じゃなく専門学校かといって、資格取りたいという話はしてますんで。
要はあの、まあ、監督コーチがベンチに座って、その周りにはまあ田舎ですから、スタンドがあるわけじゃないし、取り巻くんですよね、お父さん両親たちが。でそこでまあいろんな指示を出すと、外野からどん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 そういう指示が来ると、監督コーチの言うことよりもお父さんお母さんたちのことを聞いちゃうと。だから、子どもたちが集中してその、指示通り、動かないというか、指示も聞こえないほど、だから判断ができないんじゃないか。だから子どもたちがきちんと判断するには監督コーチの声だということですね。講演会でお父さんお母さん方を集めて、宴会やったんですよ。その場でですね、これから応援はそういう指示は絶対しないようにしましょうと、でむしろ褒めましょうと、手を叩いたりですね、で、まあ、ボールを運んでいくときに、一生懸命走るときにわーいけと、その程度はいいでしょうと。そこでショート打たんかとか、うん、早くパスを出せとか、そういう監督コーチが言うような、やじは一切やめましょうということで確認しちゃってですね、それから全然言わなくなったです、はい。クラブのコーチ、まあ、うちの場合はほとんど先生だったんで、まあ、その先生が教えることを親が否定することをしちゃうと、子どもがどっちの意見を聞いていいのかわからなくなっちゃうじゃないですか。それは僕嫌なんで、僕はそのクラブにその先生に預けたら、それはもう預けっぱなしって言い方は悪いかもしれないですけど、お任せしてる、でダメならそこから抜けばいいという考えだったん で任せてる以上は、言わないようにして、やっぱり子どもが迷っちゃいけないんで、どっちの話を聞いていいか分からなくなるんで、それはしないようにしてましたね。ただの暇さえあれば飲んでましたね、こっちとは。そういうコミュニケーションだけは取ってましたね。で別にコーチに何してほしいというそういうことはしなかったです。全面的に協力してもらってるっていうのは感じましたね。本当に心から応援してくれてるって、もう最初もうそれがすごく感じられるから、子供ってやっぱりなんかこう親からの愛情を感じられるってすごい多分幸せだと思うんですけど、シンクロで何か大会とかで成果が上がったら本当に良かったねって、まあ単純にそういう会話になりますよね。もう子供の時なんて、なんて言うでしょう、自分がこういうパフォーマンスしたいっていうようなそういう理由より、喜んでくれる私の大好きな人がいるっていう理由で十分かもしれないですね。最初はそれぐらい母はなんかもう注いでくれてたっていうのは子供ながらに受け止めてましたし、それが嬉しかったです。勉強のことはね、その全然なかったとは言わないんですけども、要は丈夫な体を作って社会人に出てもきちんとそこの職場で、働けるような、人間性をスポーツで作ろうというふうに思ってたもんですから、ですからその自分が好きなサッカーの道に行って、でもし、サッカーで、自分の夢が叶わなかったら、逆に別の方の社会人になった時にはいつかその自分が今までサッカーをやってきてそれが役に立つと、そういうふうに思ってたもんですから、その辺は全然不安はなかったですね、うん。やっぱり子供が本当にスポーツでも何でもいいし、やりたいものを上手に活かしながら成長してくれることが一番嬉しいと思うし、その成長を することでやっぱりそこ社会に出てからもそれが最終的にやっぱり自分を助けてくれる何かって思うんですよね。
でもちろん勉強も自分を助けてくれることになるとは思うんですよ。なんでかというとそのやっぱりわからないことを自分なりにこう考えてやっていることでもやっぱり体を動かしながらねえ、なんかこう楽器でも何でもこう物を動かしながらする方がやっぱりこう一生うまくするには楽しいと思うし、まあ言えば根性がついたでやり抜くというやり遂げるっていうその持続性ができたかなって、本質ね、性格はねゆたっとした子なんですよ。だからまあだから いつもゆたっとした子だからその先週になるためには強くならないとダメやし、で気持ちの切り替えもしないといけないからスイッチオンオフきっとできるっていうようなことも言ってきたので、まあそういうこともすごい切り替えも早いです。今もう何十年やってますからだからそういうのがすごい良かったかなって思います。多分これ終わってからじゃなきゃ分からないかもしれないですけども、本人たちが終わってやってて多分後で気づくというのは、多分忍耐力ができたかそういうことなのかなって気はしないでもないですね。だから一つのことやったらとことんやっていくと習慣になって強くなってほしいし、誰よりもうちの子はすごいとみんなに思ってもらいたいから、だからいつもこう煽り立てて今日は上手だったとか、先生が何も私にそんな個人的に先生がお宅の子はねっていう話はしないんですけど、ちょっとこう立ち話をしてたら子供が何お母さん喋ってたのって聞かれた時に、いやね、こういうとこにあんたが上手って言われてるよとかね、本当は言われてないんですよ、言われてないんだけどこうやって褒めてたよ、でもこういうとこはあかんって言ってたからそれは気をつけたらもっと上手になるの違うって言って、もうその頃の子供ってみんな親の言葉はもう一番でしょ、だからそうかってスーッとこう言うことを聞いてくれて、もうこう段階的に上がっていって、もう小学校の6年生の時はもう日本一だったんですよ。もう初めから言ってますけど、じゃあ食えないよってちゃんとしたことやなさいよって言ってますんで、はい、でそれなりに長男はダメなんで、ダメだ大学で終わったんで今、中学校の教員として今頑張ってなろうと頑張ってますし、下の2番目は勉強が嫌だと、大学行くかったら嫌だっていうんで、まあ、実業団に入って、で3番目は自分でやりたいことが多分卒業してスケートをやめて、あると言ってるんで、まあ、それならそうしなさいということで、で3人が3人ともやっぱりスケートでは飯食っていけないということは自覚してます。で真ん中の姉も今実業団ですけれども、辞めたら、ちゃんと食っていけるような、仕事じゃなく専門学校かといって、資格取りたいという話はしてますんで、要は監督コーチがベンチに座って、その周りには、まあ、田舎ですからスタンドがあるわけじゃないし取り巻くんですよね、お父さん両親たちが。でそこでまあいろんな指示を出すと、外野からどん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 そういう指示が来ると、監督コーチの言うことよりもお父さんお母さんたちのことを聞いちゃうと、だから、子どもたちが集中してその、指示通り、動かないというか指示も聞こえないほど、だから判断ができないんだよ。だから子どもたちがきちんと判断するには監督コーチの声だということですね。講演会でお父さんお母さん方を集めて、宴会やったんですよ。その場でですね、これから応援はそういう指示は絶対しないようにしましょうと、でむしろ褒めましょうと、手をたたいたりですね、で、まあ、ボールを運んでいくときに、走る一生懸命一つか二つぐらいでしょうね、あんまり行っちゃうとなんか、もう毎日毎日同じようなことを言ってということになるもんですから、たまに、親父が褒めてくれたとか、いやいややってても
辞めへん限りは続けて、でいやいやでもう下の方の成績でいいのか、怒られて、怒られるっていうことはそれだけあなたのことを見てくれてるんだから、そのある意味自分の中で期待を持っていいんじゃないって。だから最終目標は何？オリンピックに出たいことやんね。そしたらそのそうなるまでに行くまでに選ばれないとあかんでしょ。でそのじゃあどうやったら選ばれるかということはその親がわからないし、子供が考えて選ばれるように自分が技術を磨いていくっていうような話はずっとしました。だから目標は何？オリンピックでしょ。じゃあもう頑張らんとそこまでいかんとしょうがないよねって言って、そうやね、じゃあ頑張るわっていうような形で、でまあ多少すごい大変なこともいっぱいあったけど、それもここへ行くあのまでの過程やから、みんなそんなんいっぱい苦労してるから、あの自分だけが苦労してるんじゃなくてみんなそこまで行くのに頑張ってるんやから、まあちょっとぐらいのことは頑張らんとねって言ってきました。普通コーチとか監督の一人がその選手をずっと見て最後まですることは多いけども、フェンシングっていうのはなんかこう相手が変わればもうやることも全部めちゃめちゃ違うのでね、まあだから場合によっては京都から東京の女子大に行ったりとか、大学にまた違う男子の大学に行ってそこであの練習したり、普通レッスンとかしてないんですけども、何々先輩いたら自分でレッスンしてくださいと言うに来や言うて、でちょっとしてもらったりとか、でレッスンすることによって相手はいっぱい変わるんですけども、その人のやっぱりレッスン方法があって、それがレッスンイコールそれがその人の試合でもあるので、そういうなんかこうというかちょっとしたこうリズムとか癖とか相手によって違うことがね、いろんな練習することでこう分かってくるのかなと思ったので、まあとにかく一つのコーチやなしにいろんな人からこうレッスンしてもらいなというようなことでやりましたね。それからそのビデオテープを見るときも、僕がその高校サッカー、それをなんかうまく達成させてあげたいなと、小さい目標を目に見える形、例えばカレンダーに今日丸していくとか日めくり作るとか、常にやっぱ目に見える形でその続けたことが分かるようなことをうまく、一人では難しいのでそこで協力することによって、お互いが続けること、まあ続けたからです、大したことなくってもね、続けることが結局勇気練習した時に4300日ぐらい続けたということで、それをしたから練習がとか自分が強くなったとかいうことはないんだけども、でもやっぱり4300日も毎日練習したということは、その続けられることのできる自分を見出せるちょっとしたことでもね、やっぱり自分の宝物になったり自信になったり、人に対して何かを言う時の自信にもつながるし、何のためにやってるのかなってのが自分本人が分からなかったらやっぱり上進んでいかないんじゃないかなと思いますね。で、親御さんっていうか親が、こうしなさいああしなさいって言ってやってる以上ではなかなか成績も上に上がっていかない。やっぱ自分が好きで、やるものに関しては責任を持ってやると思いますんで、すごく大切なことではないかなというふうに思いますね。一番思うのはやっぱり3人の子供のそれぞれの個性をね、早くになんか親の方が感知しないとあかんなっていうのは思うんですよ。だから特に勇気やってるフェンシングなんていうのはかなり性格的なものも影響しますし、長男は主人がやらした時にやっぱりもう性格的に全然その相手を突くとかやっつけるっていうのも程遠い温厚な優しい子供でしたので、結局自分自身とタイムを競ったりするスキーの方でちょっと自分で楽しんで頑張ってますし、娘は娘の方で やっぱりその娘自身もああいう
戦ってやっつけるとかっていうのはあの向いてなかったりのもありますし、だからあの同じ子供が3人同じようじゃなくて、やっぱりそれぞれ持ってる持ち味を引き出してやれるようなものをもし親が可能なら見つけ出して、それを伸ばしてやれれば一番あのいいんじゃないかなっていうふうに今この時期振り返って思いますね。親がこうやって手取り足取りを教えていくよりも、他人が、勉強のことはね、その全然なかったとは言わないんですけども、要は丈夫な体を作って社会人に出てもきちんとそこの職場で、働けるような、人間性をスポーツで作ろうというふうに思ってたもんですから、ですからその自分が好きなサッカーの道に行って、でもし、サッカーで、自分の夢が叶わなかったら、逆に別の方の社会人になった時にはいつかその自分が今までサッカーをやってきてそれが役に立つと、そういうふうに思ってたもんですから、その辺は全然不安はなかったですね。やっぱ子供が本当にスポーツでも何でもいいし、やりたいものを上手に生かしながら成長してくれることが一番嬉しいと思うし、その成長を することでやっぱりそこ社会に出てからもそれが最終的にやっぱり自分を助けてくれる何かって思うんですよね。でもちろん勉強も自分を助けてくれることになるとは思うんですよ。なんでかってそのやっぱりわからないことを自分なりにこう考えてやっていることでも、やっぱり体を動かしながらね、なんかこう楽器でも何でもこう物を動かしながらする方がやっぱりこう一生うまくするには楽しいと思うし、まあ言えば根性がついたで、やり抜くというやり遂げるっていうその持続性ができたかなって、本質ね、性格はねゆたっとした子なんですよ。だからまあだから いつもゆたっとした子だから、その先週になるためには強くならないとダメやし、で気持ちの切り替えもしないといけないから、スイッチオンオフきっとできるっていうようなことも言ってきたので、まあそういうこともすごい今切り替えも早いです。今もう何十年やってますからだからそういうのがすごい良かったかなって。多分これ終わってからじゃなきゃわからないかもしれないですけども、本人たちが終わってやってて多分後で気づくというのは、多分忍耐力ができたかそういうことなのかなって気はしないでもないですね。